バリーダーソーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州ミネアポリス出身。クラッシャークルスチェフ、デモリッションスマッシュ、リッポマンなど様々なキャラクターで活躍した。地元ミネアポリスでエディシャーキーのトレーニングを受けた後、スチュハートが主催するカナダカルガリーのスタンピードレスリングにてハワイ行きを打診され、1980年代初頭にハワイでデビュー。 以後、ニュージーランドやジョージアなどを転戦し、1983年、下木より、クラッシャーダーソーのリングネームで、ビル・ワットのムズウィに登場。その後、ロシア人ギミックのクラッシャークルスチェフに変身し、ニコライ・ボルコフのパートナーとなって、頭角を表す。NWA のフローリダ地区では1984年10月3日、ジム・ナイドハートと組んで同地区認定の、 US スタック王座を獲得した。1985年より、ジム・クロケット・ジュニアの運営する NWA、ミッドアトランティック地区に参戦し、イワン・コロフニキタコロフとのロシア人、ユニット、ザ・ラシアンズの一員となって活躍。ニキタコロフと組んでのロードウォリアーズとの交想は、同地区のドルバコカードとなった。同年11月28日には、トーナメントの決勝で、 サム・ヒューストンを破り、全王者バズ、タイラーの離脱で空位となっていた NWA ミッドアトランティックヘビー級王座を獲得している。1986年は1月と10月に、ニキタコロフトのザラシアンズとして全日本プロレスに2回来日。ジャンボ・ツルダ天竜・ゲンイチロウのツル・リューコンビや、ジャパンプロレスの超収力アニマル・浜口とも対戦した。 同年9月28日、新設されたミッドアトランティック版 US タッグ王座の争奪トーナメントに、イワンコロフと組んで出場。準決勝で、ダスティローデスマグナム・ TA、決勝で、ボビー・ジャガーズダッチ・マンテルのカンザス・ジェイ・ホークスを破り、初代王者チームとなった。1987年、WF に移籍。 ロシア人リミックを捨てて顔面にペイントを施し、デモリッションスマッシュと解明。デモリッションアックスとのタッグチーム、デモリッションの一員となり、WWF 世界タッグ王座を3回にわたって獲得する。アックスの離脱後は、デモリッションクラッシュをパートナーに、チームリーダーとなって活躍した。1991年には、当時の WWF の日本での提携先だった。 SWS に来日している。デモリッション解散後の1991年下期からは、新ギミックのリッポマンに変身。黒いアイマスクで顔を隠し、入場時も周囲の人目を気にしながら、リングイン。狂気も車の牽引ロープや、ホイールキャップを用いるなど徹底したキャラクター設定の、元、卑劣かつコミカルな中堅ヒールとして、悪党人気を集めた。 ダーソー自身も、リッポマンのキャラクターを演じることを楽しんでいたという。1994年には WCW に登場。ブラックトップブリーのリングネームで、主に前座要員として試合を行うが1995年に解雇される。その後は、地元ミネソタ州のプロレスリング、アメリカやシカゴのウフなど、インディー団体を転戦。本名のバリーダーソーとして、 ゴルファーのギミックで WCW にも単発出場した。2000年9月には日本のインディ、ー、世界のプロレスに来日。NWA ジャパンワールドタックリーグにおいて、ビル・アーウィンのパートナーを務め、ビルの兄、スコット・アーウィンのギミック、スーパー・デストロイヤーにあやかり、覆面をかぶって、スーパー・デストロイヤー21号を演じた。リポマンの名義でも試合を行ったが、コスチュームは、 ブラックトップブリー時代のものだった。2001年4月1日、レッスルマニア X7 のギミックバトルロイヤルでリッポマンとして久々に WWE に登場。2007年12月10日の RAW15 周年大会でのオールドタイマーによるバトルロイヤルにも参加した。その後もインディー団体へのスポット参戦を続け、2008年2月29日には、 力で行われた6人タッグマッチのトーナメントに、アックスワンマン・ニャングとのチーム WWF として出場している。ありがとうございます。